スマの双眼鏡好きのサラマニでございます。今回お送りする双眼鏡はこちら、フチノン KF8x42H という双眼鏡です。フジノン KF、健康からの OEM キーですね。ということで、古いアバンターの 8x42DH の方ですね。の時にも言いましたけれども、おそらくその系列の OEM 品なんじゃないかなと思うんですよね。よいしょ、これ、旧アバンターですけど。で、旧アバンターから、ウルトラビュー EX8x42DH だったかな、ちょっと型忘れちゃいましたけど、とね、このね、フジノン KF8x42H がね、これのね血筋を引く関係の双眼鏡なんじゃないかなというふうに私は予想しています。で、実際にね、こう比べてみますとね、ここの基軸の長さとかね、ピントリングね、よく見るとデザイン違ったんですね。並べてみるまで気がつきませんでしたけど。はい。ただ、ピントリングのね、大きさとか、ね、特徴的なセンター指導調整ね、このパーツとか、明らかにね、こうね、似てるんですよね。これ、バトラーキャップついてるんで、ちょっと長く見えますけど、実際はもっと短いですからね、ここね。でね、ラバー外装はね、こっちの方が肉厚です。フチノン KF のこの特徴的なデザインのためにもしかしたら分厚くなってるのかもしれないですね。はい。で、そんでね、あとね、スペック的にもね、レンズ群は、フルマルチ、全面マルチコーティング、ね。で、打破プリズムはフェイズコートと、補助プリズムは銀コート。ということで、おそらくこれもね、似通った仕様だと思います。実視界が 7.5 度、これも同じですよね。アイレリーフがね、こっちが18、こっち確か19だったような気がしますが、まあ誤差ですよね。はい。で、生産国はどちらもフィリピンということで、やっぱりこれね、これの血を引くね、固形機なんじゃないのかななんて思いますね。はい。それではちょっと見ていきましょう。はい。ちょっとどかしますね。はい。ちょっと邪魔くさいな。画面がいい置きます。で、この個体はね、某ジャンクで買ったか、いや、違うかな。ショップで中古品を買ったような気もしますね。どっちかわかんないですけど、いずれにしても新品ではないです。安く買いました。で、レンズキャップもね、これがついてたかどうかはっきり覚えてないんですよね、フリップダウン式ね。どうだったかな。接眼側もね、もちろんね、違いますね。これはいつものやつです。よいしょっと。はい。毎度おなじみ、ニコンの接眼レンズキャップです。でね、よいしょ。これね、アイカップが先端にこっちに行くんですよ。こっちに行くに従って細くなってるんですね。台形って言えばいいのかな。ので、ちょっと削ってます、ここをね。縁をね。そうするとこう、よいしょ。良い感じで収まります。はい。で、中古品なので、これね、基軸がね、ヒンジがね、ちょっと緩めです。垂れちゃうほどじゃないんですけど、ちょっと緩いなと思います。で、あとね、このターンスライドのね、このアイカップのね、中間の段のところがほとんど効かないですね、これね。多分、1段、2段、3段じゃないかなと思うんですが、中間位置は効きません。押すと戻ってっちゃいます、これね。で、最後まで引き出すと、ね、水平にスライドして止まるので、押しても大丈夫です。中間位置を使わなければ、まあ問題はないです。で、私、基本的に裸眼で覗くので、特に問題はありません。ただしね、中古ってのはこういうもんなんですよ。
うん、中古とか某ジャンクとかね、B 級品とかね、いろいろね、こう細かいなところで可動部なんかが緩かったりすり減ってたりなんてのはよくあります。はい、その辺のリスクをねちゃんと分かって買いましょう。でこれね、あのちなみにね、あのねこのタイプはね、中にねオーリング的なものが入っていて、ゴムのね、それがねこうくぼみにはまってこうなんとかな、スライドのくぼみにはまって止まって抜け出して緩くなってまたっていく、うん、それでね段をねつけてるんですよ、おそらくね。なので同じ径のねちょうど良い太さの、ね、オーリングが手に入ればこれ修理可能なんですが、そこまでぴったり合うのがね分かんないんですよね。分かれば変えてね修理したいんですけど ね、はい、ね裸眼で使う分には最後まで出せば普通に使えるのでとりあえず諦めてます、はい、大きな問題はないですからね、はい、って長々言いましたけどもう6分経ってるじゃん。はい。対物側はこんな感じで。ちょっと青っぽい？紫っぽい？なんかよくわかんないですけど、色も見えますね。アバンターはこんな色見えなかったような気がしますね。後で見てみましょうね。はい、接眼側いきます。よいしょ、こんな感じで。ちなみにこのね、このプレートがね、ちょっといびつってるのは、私分解しようとして一回開けたからです。こういうことができるのも中古品買った時のね、お楽しみといえばお楽しみですね。さすがに新品買ってね、保証期間も残ってるのにね、こんなところね、いじったりしないですよ。はい。じゃあ、アバンター出してみましょう。外しますね。よいしょ、はい、対物がいきます。重いですねさすがに重いですね。うん、やっぱり色合いが違いますね。うん、まあなんつうの、新しいの古いのでレンズコーティングが違うのかもしれないしね、あるいは単なる個体差かもしれないですが、ちょっと違いますね。接眼も見てみましょう。よいしょ、こんな感じです。アバンターの方が緑してますよね。はい、こんな感じです。で覗いた感じなんですが、うん、結構いいんじゃないでしょうか。低価格帯のねフルマルチの8倍 42mm のねダハーの双眼鏡ってあんまりね、ないっていうか、ここまで安いのはあんまりないですよね。ウルトラビューのやつが一番 EX の8倍42のね、ダハがね、特に安かった思い出がありますが、こっちも結構安かったですよね。で、記憶が確かなら、なんかね、双眼鏡でね、星を見る本の中でおすすめの機種としてこれ機種が上がってたような、気がしますね。はい。よいしょと。でね、こっちのアバンターの方は、肩ボケがね、気になってちょっとね、すっきり見えない。とか、気になっちゃってね、うん、ちょっと残念な感じでしたが、こちらは特に肩ボケなんていうのもなくて、うん、快適に見えます。周辺部までね、周辺部までしっかりこう、シャープに見えるというわけではもちろんなくて、それなりにボケてきますけどね。うん。でもこれぐらいならいいんじゃないでしょうか。実視界 7.5 度ですから、まあまあ視界が広いので、ね、周辺部がね、像がね、ちょっとね、品質、クオリティ落ちるのはしょうがないと思います。はい。よいしょと。で、あと、じゃあこれちょっとね、こう、ちょっと見せておきつつ。はい。で、あと、よいしょ。ここね、これ。ここに、よっ、OK。はい、これがね、三脚のね、穴は一応あります。一応あるんですが、非常に奥まっているので、
こんな感じですね。見えますかね。お、これで分かりやすいかな。ここね、こう、ねえ、かなり奥まった感じで、なおかつこれね、ゴムがキワキワまで来てるので、よいしょと。ヴァンガードのね、前紹介しました。ヴァンガードのやつだと、全然これね、はまんないです。もうラバー外装を挟み込んじゃってね、ここのね、挟み込んじゃって全然届きません。はい。で、これもう一個うちに上がる、うちには2個しかビノホルダーないんですが、これね、ビクセンの安い方のビノホルダーです。でね、このビクセンの安い方のビノホルダーは、よいしょ、先端、ここのね、とこがね、ちょっとね、細くなって、それが出っ張ってるんですよね。よいしょ。太さを見れば明らかだと思うんですが、と合ってるかな、うん、こんな感じでね、細いんですよ、ここがね。なので、よいしょ。これだと、これだと、聞こえるかな？ちょっとね、ラバーに外装にが干渉しちゃうんですが、一応それでもね、こう、こんな感じで、こんな感じで固定することができます。ミクセンのこのビノホルダーね、樹脂製なんですが、樹脂製なんですが、ね、一応ね、打破のことも考慮して、ここが細めには作ってあります。もちろんね、ヴァンガードと比べちゃうと、ね、全然太いですけどね。それでもね、よいしょと。42ミリぐらいの打破なら、まあ、なんとか使えそうな雰囲気はありますね。はい。よいしょ。ということで、うん、今回は、富士の KF、あんねえじゃん、これ。ちょっと待ってください。やっぱ中国メーカーのやつのね、ここがね、で、三脚取り付け部出っ張ってるのはやっぱ、あれですよね、ね、ビノホルダーの取り付けやすさを考えてのことなんでしょうね。こうやってやると貼りますね。うん、ただね、うん、これのおかげでね、こう、持った時に手が当たんなくてね、ここね。ここがね、非常に持ちやすいんですよね。どっちがいいって言われたら、私はやっぱこういう埋没させちゃった方がいいなって思います。うん。やっぱね、ここ出っ張ってるとね、ストレスなんですよね、私ね。はい。よいしょ。ということで、今回は、富士の KF8 倍、42H についてお送りしてみました。ウルトラビュー EX シリーズ、まあ、つまりアバンターの前に何かあったのか知らないですけど、アバンターの後継モデルとおぼしきシリーズ、これからどうなっていくんでしょうかね。低価格、比較的低価格、まあ、1万円台、2万円いかないぐらい、うん、下手すると1万円台の前半、1万3000円、4000円、5000円ぐらいの、ね、手頃な価格の8倍42とか10倍42のお手頃なね、使いやすい、性能もそこそこっていう双眼鏡がこれからどうなっていくんでしょうか。なんか最近ね、ウルトラビュー EX がね、扱い悪いような気がするんですよね。ね、50ミリのやつもな、多分消えちゃいそうな雰囲気しますよね。はい。ということで、お送りしました。うん。なんか最後は全然関係ない話ですけどね。はい。それでは、この辺で失礼して終わりにしたいと思います。ごきげんよう。